listening to A Stage。 はい、さーい、今週も始まりました。 A Stage パーソナリティの浅野明人です。 MC の立石真由子です。この番組は人生のステージをひも解き、明日からのドキドキワクワク、そして活力をお届けする番組です。そしてこの番組は税理士法人若葉の提供でお送りしております。はい、ということで今週はですね、残念ながら生放送ではなくですね、はい、収録でのお届けとなっております、はい、今週来週と収録でのお届けとなっているこの A ステージになります。いつも生放送を楽しみにしていただいているリスナーの皆様、今回はお許しください。また来週再来週目ですね、そちらの生放送を楽しみいただければと思います。ということでね、はい、ちょうど先週の放送の時はちょうど沖縄の、盛り上がりがある週なんじゃないかと、はい、まず一つ目が、琉球ゴールデンキングスがセミファイナルに進出しましたよという、おめでとうというお話をしました、ね、そして、どうなってるんでしょう。今日この放送日のこの今日がですね、Bリーグファイナル決勝でございます。ここにキングスがいるのかな、どうなってるんだろう。収録中の今日はまだ状況が分かっておりません、はい、いてほしいな、決勝進出してほしいなという気持ちでね、いるということで、うん、あともう一つね、はい、あのザ・セカンズ、はいね、半次郎がですね、芸人半次郎が今決勝を進出しているということで、それもどうなっていくんだろうということで、うん、こちらもまだ結果が分かっていない状況でこの放送を収録をさせていただいて、どちらも楽しみな様子なんですけどね、はい、どうなってるでしょうね。ドキドキ、なんかこう、はい、時差じゃなくてなんかあれがあるとね、そうこの放送されてる頃にはもう結果が分かってるとね、はい、いう感じだと思うんですけども、今日もね盛り上げてやっていきたいなと思います。まあ本当に5月もねもうラストですから、はい、あっという間ですね、はい、本当にもう梅雨がね来るんでしょうね、そろそろ ね、 この前なんか桜咲いたねって言ってたのに、うん、なんか早いですね5月。いやあっという間よ、もう、うん、桜なんて本当やっぱり一瞬なんだなって思うよね、うんうんうん、でこのところなんかすごい暖かい日というかちょっと暑い日もねちらほらあったりもするし、沖縄も結構もう暑くなってんじゃないかなと。いやもう暑いですね、ここまで、ね、あの東京が暑いと、うんね、いやだからもうどんどんね夏に向かっていくんでしょうね。はい、あワクワク、あの夏はとりあえず皆さん日焼けにお気をつけください。本当ですよ、ちょうど、まあ、あれからもう1年経つのかとそうなのよ思いますけどね、はい、今年はね二の舞を踏まないように頑張ります、はい、お願いします、はいはい、ということで今日もいつものやつからやっていきましょうか。はい、お願いします。はい、では行きますよ。この世の中に人の方だけ人生のステージがあるじゃんということで、ということで今週もピックアップをしていきたいなと思います。今週のピックアップエッセージは桑田佳祐ということで、今週は桑田佳祐さんをですねピックアップしていきたいなと思います、はい、まあ桑田佳祐さんすごいね、ちょっとこれ調べたらもう衝撃だった。衝撃です、衝撃的なことがあったね、はい、桑田佳祐さんもう御年68歳になるということで、嘘でしょと思って ね68歳、考えられません、見えません、見えません考えられません、あんなにもうトップをね、はい、走り続けているといういつもね桑田さんなんですけど、もう68歳ですよ、考えられません、うわびっくりしました。もう僕の記憶の中ではなんかね、うん、やっぱり言っても60歳ぐらいで止まってるな、うん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 、イメージ。68歳と考えられないなと思うんだけど、でもなんか今の70歳の方々、うん、元気じゃないですか。いやまあそうだね、まあ本当元気、今の70歳は元気ですよ、ね、うん、いや僕らもやっぱりこうお仕事でね経営してたりすると、はい、経営者の方ってやっぱり70代とか平気でたくさんいらっしゃるじゃないですか、はい、ね、だからそう考えるとね、まあ、皆さん本当にお元気で大活躍してる方が世の中には多いんですけども、うんうん、とは言ってもねすごいよね、ステージ立ってあの声と迫力と世界観と、うん、
考えられません。また言葉を失うラジオ番組になりそうですけれども。いやサザンのライブって言ったら本当ね、もう未だにもう本当にチケット争奪戦だと思いますよ。間違いない。私もやっぱり行きたいですもん、うん、そのなんか一度見てみたいよね。そうそうそう、うん、なんかあの最近、まあ、知り合いとか、まあ、友達同士でお話しするときに、うん、まあ、音楽、まあね、カラオケ含めて好きな方周り多いんですけど、うん、好きなアーティストっていうのはもちろんだけ ど、うん、なんかど誰のライブ行きたいみたいな話もやっぱするんですよ、うんうん、でまあ、いろんな方の名前も出るんですけど、やっぱサザン言いますよね。私も思うし、うん、ね、で特にね立石真由子は湘南エリアのね仲のいいお友達とかも いますね。そうですね、そうですね、海好きが多くてですね、サザンといったらね、はい、もう湘南のね、はい、茅ヶ崎湘南のイメージがやっぱりありますけども。そうですね、いやなんかやっぱあっちの方に行くとなんかサザンを思い出すもんね。そうですよね、うん、でその曲の中にも本当さ実在するなんか場所とかさ、はいはい、そういう、うんうん、ものが歌詞に入ってくるから、うんうん、サザンをどうしても思い出しちゃうもんね。わ、うんうん、かります。とてもいや本当だから湘南と言ったらサザンかスラムダンクですよ。そうですね、そうなりますね。、はい、まあ、サザンの方がやっぱ強いな。そういう意味では、ね、やっぱりサザンだな、はい、いやそんなね桑田佳祐さんをピックアップしていきたいということになるんですけども、まあ本当名曲ばかりでというか本当ヒット曲名曲ばっかりだね。名曲だらけで、はい、どれがどうとか言い切れない。言い切れないんですけど、うん、私ちなみにあのソロでサザンじゃなくて桑田さんが出されてる白い恋人たちってわかるんですか、はいはい、が私好きすぎてあのカラオケで結構な確率で歌いますね。自分で歌いたくなるぐらい好きで。そうなんだ、そうあのキー2個ぐらい開けてね、まあ、なんか先日も歌った気がするんですけど、へ、うん、歌うほど好きですよ、うん、確かにでもよく聞くね、うん、いや桑田さん、まあ、サザンの曲も含めて、うん、トップ10って何なんだろうねと今ちょっと思っちゃった。確かに、うん、えカラオケランキングとか、はい、まあ、カラオケだとなんかまたちょっと違ったりとかするんでしょうけどね、はい、いろいろもうヒット曲だけで本当取り上げられないなと。で僕なんか好きなのはちょっとイレギュラーなとこ行ってもいい？あ、行ってください。これもね出た時発売された時、はい、であとはテレビとかねその見た時にめちゃくちゃやっぱりかっこいいなと思ったのは、うん、あのミスチルの桜井さんと一緒にやった奇跡の星、はい、あのコラボ、はい、あのコラボ自体が確かにすごいと思ったのと、あとは曲がかっこいいなっていう、あの女性も好きだと思うんですけど男性もすごい、うん、うおーってなるんじゃないですか体が。いやあれかっこよかった ね。でその当時なんかあの有名アーティスト同士がコラボするみたいなってそんななかったんじゃないかなと思うんだけど、うんうん、あそこがコラボしてなんかその声質もなんか真逆というか、うん、お二人ともねちょっと個性的なやっぱり声をお持ちの、うん、あの二人がコラボをして、うんうんうん、それですごい出来上がるこう世界観もめちゃくちゃかっこよかったなっていう印象ですよ。あ、うん、なんかもう結構半年以上前ですけどまたカラオケ話ですけど、うん、歌われてる男性お二人がいて私もノリノリでした。 その時そういえばあれはね僕の中の一番ちょっと衝撃的だった桑田さんの、まあ、曲の中の一つかなと思うんだけど、はい、あ、うん、浅野さんあれですよカラオケ人気ランキング桑田佳祐さん、はいはい、1位お3位からいこうかな。3位からねトップ3から、はい、いっぱい喋りたいけど3位からいきます。第3位は波乗りジョニー。ジョニー波乗りジョニーですね。はいはいはい波乗りジョニーね、いい確かに盛り上がる、盛り上がる、はい、はいはい。ということは第2位は、はい、2位明日晴れるかな。明日晴れるかな、うん、が2位です。へえちょっと意外だった、うん、2位ですって。で1位が白い恋人たちですって、うん、あやっぱり白い恋人たち。へえ、そうなんだ。意外とここにポンポンポンって津波は入らない。なんかやっぱり聞きたいんですかね、歌うよりも。どうなんだろう。そうなんだ。あれなんじゃない、桑田佳祐さんとサザンとで違うからどうじゃない。違うかもしれない。あ、サザンになるとまたちょっと違うものが入ってくるかも。
あ、本当。あ、ちなみに、うん、これはカラオケなのか何の人気かわかんないんですけど、はい、今パッてね見たやつで、うん、1位が勝手にシンドバッド。あ、勝手にシンドバッド、まあ、盛り上がりますよ。はい。で2位が愛しのエリー。愛しのエリーね、はい、歌ってる歌ってる歌ってる人いる。いっぱい入ってる。でなんかね 5番目とかに津波入ってますね。あ、はい、津波ね、名曲です。うん、いやめちゃくちゃ真夏の果実も入ってるし、僕カラオケ行くと歌うのは、はい、ラブアフェア。あ、歌いそうですね。秘密のデート、はい、歌います。うん、好きで歌ってますね、うん、歌います。これはあとね、希望の私とかも僕好きなんですよ。いや好きそう、うん。ちょっともう歌を読み上げてるだけで時間が過ぎそうなぐらいですね、うん、本当に。いや本当、いや僕の時は結構、まあエロチカセブン好きでしょう、絶対、うん、いやいっぱいありすぎるな、ちょっとまたあのラジオなのに無言が続きます、うん、皆さんね。いや本当にね、名曲ばっかりだなと思ったんですけど、涙のキス、あ、涙のキスね。そうそう、涙のキス。いや本当やっぱりすごいよね、そう考えると。いやすごいすごいです。もう今ちょっとカラオケに行きたくなるぐらいの気持ちになっておりますが、はい、でちなみに、はい、デビュー何周年になるんだろう。デビューですね、うん、1978年にサザンオールスターズのボーカルとしてメジャーデビューっていうふうに書かれていますので、78年ってことは78年、ということは46年目、すぐ計算できない人たち、46年目。46年か、はい、間もなく50周年。50周年の時は50周年だよ。72歳ですって、すごいな。まあ、あの世界的に言うとね、ポール・マッカートニーとかもね、あ、もずっとね、はい、やり続けるんで、うん、やっぱり日本のポール・マッカートニーかな。いいこと言ったかもしれない、ね、今向こう今いいこと日本のポール・マッカートニーじゃない。皆さん YouTube で浅野さんのお顔をご覧ください。そう、いい顔してますよ、いい時言った時は。 いい顔してますね。いや、そうか、50周年っていうのはすごいな。僕よりも大先輩ですよ、あの活動歴だけで。そうですね、そうですね、はい、当然ながら、はい、だ本当僕あの桑田さん、サザンオールスターズすごいなと思うのは、はい、あの世代を超えて認知されていて、うん、でそれでやっぱりこう本当にファン層も広いと思うんですよ。うん、はい、でよくね、あのお父さんとかお母さんが好きなアーティスト聴いてる曲を子供もついついね聴、うん、いてそれ好きになっちゃうというケースがあると思うんだけど、はい、うん、下手したらサザンに関しては3世代いける。いけますね、いけるってか多分全然ありますよね、うんうんうん、あると思う。いやこれはだから本当にすごいと思う。3世代いきますね。うーん、いやライブ行きたいですね。ライブ行きたいね。でもライブね、はい、やっぱりどうせだったらあのさ、あの湘南とかでやったりするじゃん、たまに、はい、たまにって数年に1回かもしれないけど、ああいうのいいね、行ってみたいね。行ってみたいです、うん、あ、なんか 水浸しになってみたいですね。えねえねえ、そうだね、やっぱりさ、あのサザンってまあなんていうのかな、うん、本当こう自然に入ってくるし、でも意外とこう歌詞とかもさ、あのなんていうの、独特な歌詞だったり、なんか響くものからすごくちょっとこう、はい、うん、あの個性的なものだったり、ちょっとエロティックなものだったりとか、はいはいはい、様々あるんだけど、これを受け入れられるっていうのはすごいよね。すごいです。でしかも3世代ってすごいですよね。3世代ね。すぎる。数比的にはどうですか、数比と動物で見ちゃうとですね、うん、はいはい、面白いのが第一印象はイケイケどんどんなんですよ。だからそれこそもうイメージ、はいはいはい、正直イメージ通りの若さ、うん、で桑田さんもちろん男性ですけど感覚としては女子高生みたいな、あのこれ女子高生の表現がちょっと一個解説つけると、はいはい、全人類の中で女子高生って一番最強な生き物だと思いませんか。まあ、確かにね。もう自分、今の自分が
なんかこう正解というかね。そうそうそう、うん、で間違えても立ち直るね、うん、スピードも速いし、うん、あの感情も豊かっていうところとかいろいろ意味合いがあるんですけど、うん、第一印象はそんな感じ、自由人、うん、女子高、若めな中学生ぐらいみたい、うん、高校生ぐらいのイメージなんですけど、その秘めてる部分、見えてない部分がコツコツやり続けるとか継続とか、うん、あのなんていうのかな、石橋叩いて渡るタイプみたいなものがすごい多かったり、うんうん、あとはルールを重んじるので、例えば大物アーティストさんとかとコラボレーション多いと思うんですけど、はいはいはい、こっちのルール、あなたのルールはとか、ルールというよりはさ、大切にしていることって何、うんうん、っていうのを大切にすることで素敵なものが作れるっていう、この順序がすごい大切にするようなものを、あの統計学2つね見てすごくお持ちなので、うん、見えてる部分は華やかなんですけど、はいはい、あの自分のその強みっていうところは、うんうん、コツコツっていうものもすごく多く持ってらっしゃる方でございました。はい、そうなんだね、うん、いや、 やっぱりなんかこうそのキャピキャピと大切にするもののこのバランスみたいな、そうですね、そういうところもすごいんでしょうね。うんうん、なんかね、そんなのがちょうどその、うん、第一印象となんか中心とある土台となるところの、うんうん、いい意味でギャップがある方でした。はあ、うん、ギャップね、ギャップあり、そういうのやっぱりいろいろ反映されてるんでしょうね、サザンオールスターズのいろんなものに、はい、うんうん、そうなんだと思います。いや、今回ね、こう僕ブランディングの方もいろいろちょっとね考えてみたんですけど、はい、うん、こんなことないなと思うぐらいなことを見つけて、はい、桑田さんに関してはブランディング一切なし。おー、なし。その心は、その心はもうなんか本当にこの素のままで表現をしているというか、うんうんうん、でそこになんかこういい意味であまり外側を気にしてないっていうか、あ、うんうん、自分たちのこう表現で十分、はい、そして多分もう この、まあ、当初からだ、当初は もしかしたらねブランディングのところもあったのかもしれないけど、はい、もうここまで来たらブランディングもへったくれもないっていうか、うん、今やるべきこう大切なこと、自分たちのスタンスでやれることを大事にやっていくっていう、表現していくっていうことだけだと思うんで、はい、ブランディングっていう桑田さんは本当ないなと思って、うん、こんなケースはあんまりないですよ、うん、ありのまま、ありのままあんまり、だからね、ない、珍しいケースだと思う、いくら考えても出てこなかったね。おお、うん、なんか先週の宇多田ヒカルさんとまた違うニュアンスですか、はいはい、うんうん、あ、全然違うニュアンス、うん、宇多田ヒカルさんの場合はどちらかというとやっぱり自分の世界観とか自分の価値観みたいなことに素直に、はい、あ、そっか、素直って言ってましたね、はい、そう、はい、そっかそっか、で桑田さんとかこう気持ちに素直さというか本当にその時の感情で、うん、あのちゃんと動くし、そういう意味では何ていうのかな、まあ、素直っちゃ素直なのかもしれないけど、なんかこの一部分のところを切り取るっていうよりも本当どこに劣ってももうありのままで素直に生きて、うん、今やるんだったらやるしみたいな、うんうん、そういうスタンスなんだよね、うん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 、逆にやっぱりその外側の目線を全く気にしてない、うんうん、確かに、もうその外側の目線を気にしない人ってめちゃくちゃ最強だから、あ、うん、そうなんですね、うん、やっぱり気にするみたいなことが、まあ、皆さんね、うん、多少ないと人を気にします、周りの人を気にするっていうのをね、うん、どう見られてるのかなとか、こう言ったらどう思われるのかなとか、はい、いろいろあるとは思うんですけど、うん、いや本当にいい意味で全く周りを気にしないタイプだと思うんで、うん、本当にもう自分が最高っていうのを表現できるタイプの人ですよね。なるほど、うん、お、なんか伝わったぞ、うん、確かに、なんかその今佐野さんが言ってたので言うと、まあ、統計学っていうか私の今ふと降りてきたやつなんですけど、はいはい、やっぱいろんな考えがあったりいろんな考え経験があるんだけど、なんか表現するときにそのなんて言うんですか、意識して丸々じゃなくてそのまま出せるっていうものを、うん、統計学でも持ってるし、うん、なんかそこがその魅力なんだなっていうのはすごく思いました。確かに、うんうんうん、やっぱりもうありのままを表現しようと思っても大体多くの人ってさ、うん、この一回何かのフィルターをこう超えて外に出していくじゃん、うん、
うん、はい、そのフィルターがやっぱりこうなんか人からどう思われるかとか、うん、どういう評価をされるかとか、いろんなこうフィルターがあると思うんだけど、うん、多分そのフィルターなくなんか外にすぐ出せるっていう感じがするね。そうじゃなかったらあんなちょっとこうエロティックでどしのど下ネタって言ったらあれか、あんなこう、はいはい、ね、ダイレクトなそういうワードを入れた曲とか作れないでしょ。作れないです、うん、で僕すごいと思うのは、はい、奥さん奥さんがすごい、うん、そこに対してもう全てもう受け入れてっていう感じの奥さんじゃないですか、はい、荒井由子さんは、うん、いやすごいなと。であの2人夫婦でさバンド活動をやるってすごいことだと思うよ。だって他見てないですもんね。うん、いや本当すごい、まあ、そういう意味では本当にね、うん、ありのままで本当に生きてらっしゃるんだなと思います。うんうんうん、うん、そこに変なギャップがあるとね、きっとすれ違いとかありそうだけど、それすらなさそうですもんね。ないないだろうねないと思う。うん、で一時はねちょっとあの喉のね病気とかで活動休止をしてた時期とかね、うん、あったりすると思うんですけども、はい、まあでも全然なんかそれを感じさせないよね、うん、復帰してからも。だって復帰してからもだって名曲バンバン作ってるわけじゃない。そういや本当にあの白い恋人たちとかそうだけど、だ全然なんか ブランクというかそのね病気だったことを感じさせないっていうのがすごいなと思いますよ、はい。ちっちゃいですね、片っ端から。いや片っ端からねでもあれだけの曲数があるわけだから、はい、もう一曲全部聴いてったら何時間かかるんだろうね。ちょっと時間をちょっとそのサザンデーを作んないと難しいぐらいですね、うん、50周年のライブはさ全部やってほしい。そうそう、全曲やってさ24時間ライブとかやったらすごくない？やりそうですし、うん、24時間ぐらいかかると思うよ。じゃあご飯みんなで一緒に食べるかみたいな。ちょっと休憩タイムみたいなね。ご飯タイムですっていうね。いや本当すごいなそれは。ぜひ皆さんの桑田さんサザンの、ね、うん、好きな曲とかもまた教えてくれたらと思いますし、ね、それとねなんかさか重ねた思い出とか出てきそうですよね。出てくると思う、うん、これ多分ね本当生放送だったらバンバン来てると思うっていうやつですね。うん、リスナーさんから、うん、めちゃくちゃ来てると思う、この曲この曲みたいなのがね、うん、って言ってる間にですねもう時間もあっという間に桑田さん、はい、桑田さん内容あんまりこう喋ることなくなかった、興奮して終わったような気がするんだけど大丈夫かな大丈夫じゃないですか。まあいいでしょうかね、はい。いやでも本当にちょっとどっかのタイミングでライブ行ってみたいね、うん、ライブに行きたい、うん、本当に行かせてください神様。一緒に一度はちょっとサザンのライブ行ってみたいなと思います、うん、思います。はい、ぜひねリスナーの方もですね、はい、行きたい人は一緒に行きましょうそんなエステージツアーエステージツアーを組みましょうか。あ、バンドはねわけわけするとね倍増ですから ね結局ね。いや本当そうですよ、みんなでねいろいろ分かち合っていきましょう、はい、で5月の放送がこれで最後ということでですね、はい、また6月も、張り切っていこうと思うんですけども、来週もまたちょっと収録での放送になってきますので、はい、リスナーの皆さんその次のね放送を楽しみにしていただければと思います。待っててください。はい、ということで今週もエッセージ聞いていただいてありがとうございます。パーソナリティの浅野明人と MC の立石真由子でした。また来週バイバーイ。listening to A Stage.